どうも、ことぶきバンドです。はい、ことぶきバンドの佐藤みっちゃん、みっちゃん氏と白鳥ホワイトバードスマント、みどるくん野球。はい、今日はちょっと2人を急遽呼んでパン焼いてもらったんだけど、はい、一個ね、これちょっとね、何どうしたの。佐藤健さんの YouTube 見て、はいはいはい、千鳥のノブさんとのめちゃくちゃ面白いっていうか、グルメ番組で、富山の、はいはいはい、その中で一個、はい、プロデューサーさんが激うまソースを紹介してプレゼントして、激うまソース、そう、気になっても、食べちゃった。これちょっとみんなで食べたいのよ。何それ。これね、見えるかな、健康マヨネーズさんのガーリックバターソース、はいはい、ガーリックバターソース、べしゃがけです。べしゃがけ、べしゃがけ、いっぱいかけるってこと。そうそうそう、べしゃべしゃに、べしゃべしゃにかける、べしゃがけしてもらいね、かけるんで。じゃあ、じゃあ、ちょっと、まあ、ただただこれだけ食べよってだけ。ああ、そうなの。よく振って、よく振ってほら、中が空いてる、中が空いてる、大丈夫、よく振って。はい、やばいね。はい、はい、じゃあどれぐらい、ああ、空いてます、空いてる、結構濃厚ですね。え、伸ばす、伸ばした方がいい。伸ばさない、もうべしゃがけだから。べしゃがけっていうか結構かけたけど、これ大丈夫なの、結構濃厚だよね。わかんない、俺まだ取ってきてから。お前そんなもん、しかも全体にあんだ。そうそう、後悔できないね、もうこれは。はい、おいしいの。おいしいって言ってますけどね、どうなんですか。そうそう、ほら、こんな感じで。ああ、結構ね、本当に濃厚です。はい、そうそう、ぼやけちゃうね。なんかすごいダラッと垂れるのかと思いきやね、結構すごい、ここまでニンニクの香りがすごい。ガーリックだね。取れたし、どうなん。マジで味が濃いや。濃い、濃い、濃いって言ってたわ。うん、濃い。でね、これにはやっぱコーラが合うわけだよ。もうね、コーラっつったらすごい味が濃厚です。もう多分ね、みんな同じ感想だと思うんですけど、香りがマジですごい。うん、確かにね、これコーラうまく感じる。 あのね、ガーリックとコーラすげえいい。いただきます。うわ、すげえ匂い。香りがね、マジすごい。あのね、一気にいくと、うまっ、めっちゃうまい。コーラを飲むと合う。合うな。うまこれ、めっちゃうめえ。これうまいんですよ。うまいんだけど、喉にね、香りが突き刺さる。食べたいでしょ。多分ね、ソースもっとかけてもいいかも。え、一回これでいくわ。え、うん、そんなにかける。うん、普通は。普通はって何なん、初めて食べた。動画だよ、何で美味しく食べようとしてんの。美味しいんだから。めっちゃうめえ。いっぱいかけました。いっぱいかけました。いただきます。あ、美味しい。見せて。うん、うん、どうしました。こっち勝手にやってるよ。なんか、うん、なんかオレンジっぽい味もする。しない。マジで。いや、さすがグルメです。グルメですね。もう言わない方がいいじゃないですか。コーラが美味しい。普通にうまいだけど、うん。べしゃがけした方がいいな。ちょこっとかけるよりは、確かにたっぷりの上。なんか合う、合うな。なんか自然やね、自然に。マグカップでコーラってのこれ、まあ皆さんネットでも買えますから、はい、ぜひね、試してほしい。これなんかべしゃがけ、うん、ちょうどね、辛いやつなのかなとか思ってたけど、普通にうまかった。いいでしょ。いいでしょ、みんな。俺うまかった。なんか無音で食べれちゃうね。野
野菜のソテーなどにも合うってね、なんかいろいろ使えそうですね。健康マヨネーズさん、他のソースもあるから、うん、飲んでみてえな。シリーズでいろいろ頼んでみますかね。見て、一日でなくなる量じゃないの。食べてみて、マジで美味しゅうございました。健康マヨネーズさんのガーリックバターソースべしゃがけです。はい、やったー、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。美味しかった。最後まで YouTube 見てくださってありがとうございました。ことぶきバンド YouTube 登録者数1万人を目指しています。出川ひでもいいねボタン登録お願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございます。コーラの牛乳割りもいけそうだね。あ、美味しいよ。あ、そう。